I've lived long day. I've lived long day. I've been moving along, singing my song, running around, ain't nothing wrong.今日はシドニーにですね、あの男が来ているということなので会いに行っていきたいなと思います。楽しみですね、今日は。ちょっと正直ね、英語のサッカーもちょっと今毎日ちょっと行き詰まってるんでね、彼のいいエネルギーでもらってリフレッシュしようかな。いるかな？撮ってるからこれ。おお、いいね。おはようございます。今日は3月18日。シドニーの朝は排気ガスに包まれてますね。シティのど真ん中だからね。すごくない？これちょっと、うん、練習どうだった？いや、練習超雨で昨日。いや確かに。でシドニー FC の練習場を借りてやったんだけど、マッコーリね。まあ帰り渋滞もあってさ、そうだよね、橋渡んなきゃいけないもんね。しかもさ、多分なんかいろいろ日本との当たり前の違いがありすぎてさ、昨日すんごい雨で、まあ、練習終わった後ももちろん着替えとかも用意してくれないし、さすがにタオルはあるなと思ってたけど、タオルもないし、俺はちょっとそれを見越して、昨日もうすごい雨で寒かったけど、あえて半袖の練習着でやったんだ。でジャージはあったけど、それは着替えとして置いといて、まあ、案の定着替えなかったから、それ着て帰ったんだけど、みんなびっちょびちょのままバス乗るわけ、スパイク履いて、スパイクのまんま？スパイクのまんま、なんかさ、そのやっぱ恵まれてたなって思うよ、日本でさ。日本は相当しっかりしてるよね、全てが整ってさ、それに対して何も言わないからさ、タオルねえのみたいな、こっちのやつらね、強いよ。だってこっちのリーグは水回りに置いてくれてないからね。あ、そう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 。あ、置いてない？置いてない。あ、そう。だからベンチ前行かないと飲めない。あ、ベンチ側の方はいいけどさ、サイドバックだとさ、逆になると何もないから、俺この間ボールボーイにもらったもん。あの子たちみんな一人一本持ってるんだ。水持ってるから。ゆうぞくんがそれ置いてって言ったらめちゃくちゃ嫌な顔されたらしい。オランダの時もさ、それ置いてなくてさ。置いてないんだ。で頼んだんだけどさ、置いてくれる人置いてくれない日があってさ、俺だから入場の時、試合始まる前、俺ボトル持ってってで置いてたもん自分で。マジで？なんででもそうなのね。ちょっと YouTube 的なこと言うと、オーストラリアにはどうして来たん？来たかったの？俺さ、オランダに行ってさ、1年で帰ってきてさ、あ、1年だったんだあれ、もう一回英語圏の国に行きたくて、アメリカかオーストラリアにっていう思いでずっとやってて、まあ、去年さ、そのコロナの時に一回電話したじゃん、オーストラリアどうなのみたいな、で旅行で来たこともあったし、小野伸二さんがいた時に A リーグ見に行ったりとか、なんか意外と日本人選手ってさ、A リーグ身近に感じるけどあんまり中身知らないじゃん、いやこれ行くしかないだろうと思って、
すぐ行きたいって伝えて、念願のだよね。しかもパースはさ、俺すごい好きな街だったからさ、パースにも旅行行ったことがあって。でもどう、いや超いいよ。いい、生活は相当いいよね。昨日もうち監督に言われたけど、生活はどっちがいいみたいな。うちのチームの監督、女子のシドニー FC の監督で、女子の選手、日本人の選手どうだみたいな言ってきて、ワールドカップもあるし絶対興味持ってる選手が多いと思うよみたいな、どうなのって言って、俺を紹介しようかみたいな、生活はこっちの方がいいだろみたいな感じだったからさ。いや本当そうだよ。サッカーも生活もどっちにしても良さがあるけど、でもやっぱずっと日本で生活してきて、こっちのね、あの生活始めてみるとやっぱいいわ。なんかめちゃくちゃいい、楽しい。なんかいいよね、楽しむことがメインになってくる、ね。そういい生活するって、別になんかめちゃ高いなんかやることじゃないけど、メイクのとこもさ、金1円もかかんないでいけるじゃん。でもいい生活で、ライフスタイル、サッカーもその中の一部にちゃんとあるみたいな。しかもすげえ親切じゃん。親切だよね。で、この年齢でさ、新しい環境で学べるっていうのはさ、ゼロから、いや、人生最高だよ。マジで最高だよね。ほんと最高だよ。Jリーガーとして J リーグの選手が来るのは相当ね、面白いと思う。いろんな使い方っていうか、若い子とかさ、J2 にさ、出れない子が行ったりとかするじゃん。いや、ああいう感じとかでも使えそうな感じもするし、てか、すごいいいと思うよ。 J リーグで出番のない若い選手がこっちに来て経験積んで、で、ある程度さ、海外での生活にも慣れて、でね、その数年後にヨーロッパに行きたいっていう志を持ってれば、ステップアップとしてはすごいと思う。やっぱ出れるじゃん、試合。外国人として取られるしね、やっぱり。外国人として取るから、A リーグがそこら辺まで見てくれるかっていうところはまああるけど、若手までの選手、来たらね。でも今、札幌から来てる、段崎くんとか、すごい頑張ってるし、いや、すごいいいと思うけどな。だから、やっぱきっかけになればいいなと思って、俺がこっち来て、やっぱ、今の日本代表選手含めいろんな人からオーストラリアどうなのって聞かれたし、やっぱみんな興味持ってるから、どんどん発信してというか、こっちの A リーグの、良さっていうのをみんなに分かってるもらえるように、俺も頑張んなきゃなと思うけど。てかさ、こっちの人たちモーニング時間早くね。めっちゃ早い。てかパースとかもっと早そうじゃない？早いよ。ここなんかシティだからなんかそんな感じだけど、ゴールドコーストとかウーロンゴンの海沿いとかえげつない早い。6時とかで食べてよ。そうだね。6時から空いてるもんね。シドニー旅、ありがとうございました。ローカルなカフェに行って楽しかったね。また明日お願いします。頑張ってください。頑張ります。来月も、来月2週間シドニーです。頑張ります。OK、ありがとうございます。ありがとうございます。